は運動連鎖、下からのエネルギーをもらって、でそこからパワーを使ってしっかり前に突っ込まないようにし、体を回転させて、まあ、あとは実際にボールを投げていくって形になります。前かがみの姿勢をこうやって作ってもらって、ゴルフの形に近いですよね。でこの時に余計な動き入れないでくださいね。下半身をひねってきます、ここに。で体幹を下半身の前に沿ってひねるところはひねります。ぶれないように軸をしっかり固定で、下からパワーを発生させて体幹を突っ込まないようにしてボールを投げていきます。こういうふうにさっきやったことを結合することが大事ですね。しっかり軸を作って下半身をローテーションさせて体幹を固定させて、で最後ボールを投げる。自分の筋力以外のものをきっちり他にも使ってパフォーマンスにつなげていく、こういうテクニックのトレーニングを最後追加します。構えた状態から足を上げていきます。こういうふうにして今度は体を割っていきます。こうで割ることによって今度は筋肉が伸びてくるん でこの伸びた力をヘルプして回転度を高めていきます、ね、なんで足を上げるかって言ったら、この踏み込み足がついた時、この加速を使ってより地面の反力を欲しいからですよね。なんで体幹をひねるか、それは伸長反射っていって筋が伸びることによって腱っていうのはより早く縮んでくるので、自分が持っている筋力よりも強いパワーを発揮するからですよね。構えてもらって足を上げて割って投げる、より実践近いですね。もう一回いきます、まあ、これ実際もっと強く遠くに投げることになってきます。足上げて割って投げる。実際この動作をですね、皆さん爆発的にこの体幹ぶら下げにして爆発的に大きくパッひねって投げてほしい。大体スローインが10投です。10回、まあ、2セット遠くに投げるようにしてみてください。お願いします。